こんにちは。河井案里広島選挙巨額買収事件、ね、河井克行という、ね、元法務大臣が率先してこの買収行為をやって、しかも広島の議員さんはこぞってそれにホイホイと参加してしまうね。で、買収金額が1人当たりいくらだと思います？10万とか20万みたいなはした金ですよ。いやー、県議さんね、その他買収に参加した皆さん、本当ね、お疲れ様でございます。10万20万どうしても欲しかったんですね。もしくは断りきれなかったんですね。一体ね、誰の方向を向いて選挙してるんですか？我々県民ですか？市民ですか？国民ですか？それともあなたの党のいる自民党の幹部ですか？まあ情けないですね。で、知らぬ存ぜぬでしょ。で、1億5000万の巨額資金はどこから来たかっていうと、どうでしょうかね。二階幹事長も私は関与してません、甘利担当も関係ありません、1ミリも関与してません。まあ自民党の体質ってのはこんなもんですよ。知らぬ存ぜぬでね、知らぬを切り通すと、反省や謝罪のかけらもないわけですよ。まあ党首がね、安倍さんでしたからね、長い間安倍さんに習ったんでしょう、説明責任を尽くしたとかね、なんか言ってますけどね、ひどい話ですよ。広島終わりですよ、もうね。なんかあれですかね、こんな広島、こんな国だったらもうなんか続かなくてもいいんじゃないかなとさえ思いますよ。こういう人たちに権力を与える私たち国民の不甲斐なさ、まあ一部ではね、なんかこう義勇軍みたいなのが集まってきてちょっと暴動を起こすぞみたいなこともね言ってますけども、まあまあそれはね、穏やかにやってもらいたいと思いますよ。それは言論でね、それこそ暴力行為とかやってね、515事件じゃないですけども、なんか令和の226事件とか起こすなんていうのね、そんな怖いことを言わないでくださいよ、ね、暴力ではね何も解決しない。いや、でも暴力で解決することもあるか。まあ脅さないことですよね。まあ日本国民いつまでもおとなしくしてないぞって言うけども、おとなしくしてないぞっていう人に限っておとなしいですからね。まあでもしょうがないですよ、むちゃくちゃやっても何もいいことはありませんしね。私たちは暴力によってことを解決することを放棄したはずなんですよ。守るべきものがあるときに自衛の手段としての、まあ、力っていうのはね必要ですけども、抑止力として。でもね、気に入らないからって言ってね、暴力で立ち向かうのはどうかなと思っちゃいますよね。まあでもね、ひどい自民党はね、ちょっと一旦撤退していただいて、自民党が見下している、バカにしている他の政党がどんな運営するか一緒に見たらいいんじゃないですかね。いや、能力が及ばずに至らないところがあるのは仕方がないんですけども、でもね、政治のプロたる自民党がここまで悪質なことをね、国民にしては、さすがに義理も人情も任侠道のかけらもないんじゃないかなと思いますよね。それから自民党にいる他の議員さんね、先生ども、衆議院議員、参議院議員含めてですけども、こういう政党にいて恥ずかしくないですかね。もうね、離党して新自民党でも作ってくださいよ。でもいいじゃないですか、年取って自分の利権を守りたい人だけはほっといてやってもらえば、新しい政党でいきましょう。なんかね、1億5000万とかなんとかね、買収とかね、自民党全部が悪いように思われてますよ。そうじゃなくて、一部のどうしようもない人が悪玉なだけですよ。それはよく分かってますから、だからいつまでもね、そこにいるんじゃなくて、政党を出てね、裸一貫からやり直したらいいんじゃないですかね。国民も支持すると思いますよ。必ずしも自民党全部が悪だと思ってるわけじゃないんですよ。悪いやつが自民党のボトルネックになってるだけですからね。地道に頑張る人、国民の方を向いて仕事する人、そういう人がいるのもよく分かってます。ですので、今回ね、買収に参加した人はもうほっとけばいいじゃないですか。買収しないと物事できない人たちなんですよ。結局は実力で勝負しろって話ですよ。まあ金の力使ってね、姑息なことをしないと勝てないわけですから、そういう人はほっときましょう。金を使うんだったら国民全部を買収してほしいですね。国民全部を買収金額10万とか20万毎月毎月配ってくれれば、従順な国民ができますよ。なんでね、そういった一部の議員さんにね、10万20万みたいな金で買収するんですか。議員でもないような一般国民を買収してくださいよと思いませんかね。毎月10万で手を打ちましょう、いかがですか。それならまあいいかなって思いますけどね。まあそれじゃあね、ニュースの方は動画概要欄につけておきますので、まあ往生際の悪い、いつもながら、これが自民党らしいっていうのかもしれないですけどね、まあ自民党のその言い訳ぶりをニュースを元に聞いてみてください。どうぞ。